ドゥフシャンタ王を見るために振り向くシャクンタラードゥフシャンタ、王とシャクンタラーシャクンタラーの嘆きシャクンタラーは、インドの女ジ児ジシマハーバーラタに登場する女性で、マハーバーラタに登場する主要人物たちの祖先。天女のメーナカーと、クシャトリア出身の体制、ビシュバーミトラとの間に生まれたが、メーナカーは、幼いシャクンタラーを川岸に捨て、天界に帰ってしまった。 捨てられた幼児を鳥たちが囲って守っていたところに、カンバ船が来て、彼女を連れ帰り幼女とした。彼女は鳥に守られていたので、シャクンタラーと名付けられた。マハーバーラタには、彼女とドゥフシャンタ王との数奇な恋物語が描かれる。ある時、パウラバケのドゥフシャンタ王は、森で狩りに熱中しているうちに、カンバ船の世に迷い込んだ。王は部下たちを残して一人で世を訪ねたところ、 戦車は不在だったがいよから、シュリーのように美しい娘が現れた。王は彼女に尋ねて言った。あなたは誰の娘なのか。私の心は奪われてしまった。あなたのことを知りたく思う。シャクンタラーが事故の出生の秘密を語ると、ドゥフシャンタ王は彼女がクシャトリアであることを知って、ガンダルバコンの作法によって求婚した。シャクンタラーが 生まれた皇太子にするという条件を出すと、王は承諾して二人は結ばれた。その後、王は、あなたのために軍隊を派遣して、あなたを王宮に連れて行こう。と約束して王都に帰った。王が旅立ってほどなくして、ン馬船が世に戻った。シャクンタラーは恥ずかしくて洋夫に近寄れなかったが、戦車は人通力によって二人が結ばれたことを知ると、喜んで行った。 お前は今日、私に、無断で男と交わったが、それは法に背くものではない。クシャトリアにとって、ガンダルバコンは、最上と言われている。トゥフシャンタ王は立派な王だ。お前には世にも優れた息子が生まれ、その子は、全世界を征服するであろう。そして、シャクンタラーの願いを受け、パウラバケが、決して衰えることのないようにと恩寵を授けた。やがて彼女は息子を産み、 その子は六歳になると獅子や、水牛や象と遊びたわむれたので、忍者たちは彼を、サルバダマナと呼んだ。カンバセンは、その子の超人的な行為を見て、彼が大使となる時が来た。と告げ、弟子たちにシャクンタラーとその息子を音に送り届けるよう、命じた。シャクンタラーは王にまみえると言った。これは、あなたの息子です。彼を、大使の地位につけてください。 約束を果たしてください。王はすぐに思い出したが、わざと世は覚えていない。邪悪な女よ。お前と関係を持った覚えはない。だが、去ろうと止まろうと好きにするがよい。と言った。これを聞いたシャクンタラーは、恥ずかしくてたまらなくなり、怒りで高ぶる気持ちを抑えていった。大王様、あなたはご存知のはずなのに、なぜ知らないと言われるのですか。あなたは狩りをしていて、 私に近づいた。私は最も美しい天女、メーナカーと偉大なビシュワーミトラセントの娘です。幼い時母に捨てられ、今またあなたに捨てられるとは、私が前世でどんな悪行をしたというのか。あなたが私を捨てることは構いませんが、ご自身が産ませたこの子を捨てることはよろしくありません。王は言った。女というものは嘘つきだ。娼婦のようなお前がどうして、 メーナカートビッシュバーミトラの娘だというのだ。邪悪な女よ、言ってしまえ。それに、お前の息子は大きすぎる。どうしてわずかな間にこんなに成長したのか。世はお前を知らぬ。シャクンタラーは言った。あなたが虚偽に執着し、ご自身を偽るのなら仕方ありません。あなたのような方とは一緒になりたくありません。あなた、なしでも、 私の息子は世界を征服するでしょう。その時、空から声が聞こえて王に告げた。トゥフシャンタよ、息子を抱け。シャクンタラーを侮辱してはならぬ。シャクンタラーは真実を語った。この子を抱いてバラタと名付けよ。王は天の声を聞くと喜んで周囲の者に言った。実は世は彼が息子であることを知っていたのだ。 しかし彼女の言葉だけで彼を息子として受け入れれば、人々の間に疑惑が生じただろう。王は、喜んで、神によって証明された息子を受け入れ、シャクンタラーを法に則っ,って、妻としてもてなし、彼女を慰めていった。あなたとは、人の見ていないところで結ばれた。だから、あまりは躊躇していたのだ。あなたがあまりに乱暴な言葉を言ったことは気にしていない。それから、王は、 息子をバラタと命名して大使の位につけた。やがてバラタは全世界を征服する理想的な帝王となった。バラタの子孫がマハーバーラタに語られるバラタ族である。マハーバーラタと同時期に成立した文学作品としてラーマーヤナガール。ジップ学者トリアであるため、一切を服従させるもの意の。ありがとうございます。